ウッカのギグッド伝言版。はい、本日はですね、冬デートの妄想胸キュンシーンを一つずつ発表していきたいと思います。まあ妄想なら何でも OK って感じ。そうだね、もう自由です。そう、もうポンポン行きたいの。はい、どうしますか。じゃあ私から行っていい？はい、お願いします。あー、眠くなっちゃった。あ、なるほど。ねえねえ、疲れたからこれから手つなごう。あー、寒くなっちゃった。上着貸して。寒いね。寒いねって言って手つなげポケットって。ポケットね。いいね、いいね。寒いでしょ、これ食べて温まろ。もう少しだけくっついてもいい？あ、私はこれはお家で、あのネットフリックスとかあのテレビにつないで映画見てて、で眠かっちゃったよみたいな。はい、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 私テザーモアは、うん、あのディズニーデートを考えまして、はい、あのディズニーなんで疲れたからそこから手つなごうっていうのを。やっぱ女の子だから、ファッション気にしてちょっと薄着できちゃったから、ちょっと上着出してって言われて、私はなんか寒いから、その手つないで、でも手つないでるだけじゃまだ寒いから、持たないから、寒いから、うん、ちょっとポケット横にいいかなって。あ、めっちゃ私はですね、心から温まるようにスープを作って。私はこたつに一緒にいて、でちょっとかけてて、でもあったかいんだけどくっつけたいからくっついちゃったっていう。なるほど。素敵ですね。素敵ですね。皆さん冬をね感じていただけたかなと思います。はい、普段こういうことは一切しません。はい、ということで以上、うかでした。